の講義は電脳化と擬態化についてだよ。ちゃんと講義を聞かないとポストヒューマンに勝てないからね。立ちこま。あ、少佐。ソルジャー諸君、私は公安休暇の草薙元子少佐だ。今回の事件の元凶であるポストヒューマンの追跡を支援する。このうるさいのは思考戦車の立ちこまだ。こいつも今回の作戦に参加する。こんにちは。みんなの希望の星、多脚思考戦車の立ちこまだよ。この危機に対処するため公安休暇がアトラス社に擬態テクノロジーを提供し、 AI ロボットに試験的に運用した。しかし残念ながらニュービジョンシティの中枢がポストヒューマンにハッキングされて、実験に使用された AI ロボットは現在制御不能になってるって言うんだ。もうめちゃくちゃだよ。 AI ロボットを倒すことでそいつに使われた擬態の素材が手に入る。その素材をこのアトラス社の基地で味方に再利用することでこちらの勢力を強化しようというわけだ。立ちこま。じゃあ改めて早速今回君に施していく電脳化と擬態化についての説明を進めていくね。まずは君の脳を強化する新しい電脳。他にも強化擬態、擬眼レンズ、これかっこいいね。そして手と目の連動性を高めるニューロアップグレードだよ。電脳についてより詳しく知りたいって？まず8型ドローンが使えるようになるよ。かわいいよね。敵を偵察して動きを追うのに最適だよ。さらに最新の侵入破壊ソフトウェアが使えるようになるんだ。敵の脳をハッキングして視覚を奪い、電子状態異常カスケードを誘発しよう。簡単に言うと迫り来る敵の脳を焼いちゃえってことさ。次に紹介するのは一番人気の擬眼レンズだよ。この製品には知財識別ソフトウェアが搭載されていて、マップ内で採取できるかっこいいアイテムが全部表示されるよ。さらに最新の弾道識別追跡ソフトウェアも搭載しているんだ。視界の中で弾丸が通過したら発射元を追跡してくれるんだ。便利だよね。立ちこま。少佐ごめんなさい、どれも楽しみで。強化擬態は上半身の筋力を飛躍的に上昇させるよ。どんな近接武器でも切れ味が大幅にアップするんだ。さらにとっても強力な空中からの急降下攻撃を繰り出せるようになるよ。敵は何が起こったか分からず混乱すること間違いなしだ。そして最後にニューロアップグレードだよ。これはソフトウェアと同期するように設計されたショットガンが付属するんだ。照準アシストや敵の動きを予測するアルゴリズムが搭載されていて、君を強力な殺人マシンへと変貌させるよ。これらはまだ全て試作段階であることを忠告する。あなたのように擬態化されていない体ではたくさんの改造を受けることはできない。あなたの体が耐えられるのはせいぜい1種類でしょうね。どこを擬態化するかは慎重になって、一度選んだら後で変更することはできないわ。まあ誰もが少佐のように強くなれるわけではありませんからね。選んだ擬態はオーバーヒートを防ぐため自動でクールダウンする。擬態がどれだけ熱を持つかきっと驚くでしょうね。大丈夫、あなたならうまく使いこなせると信じてるわ。戦場で会いましょう。よし、これで電脳化と擬態化について知ってもらいたいことは全て伝えられたから、これで高度に専門的で非常に退屈な講義は終了だよ。楽しんでね。